よし、オッケー。ちょっとさ、ちょっと皆さんこんにちは。ちょっと嬉しいテレビ。堤啓志郎チャンネルです。今日はなんとまさかの竹野明友選手が選手。まあいいや、竹野明友あきちゃんが登場してくれました。どうも皆さんどうも。お待たせしました。いつもはね、俺がこう運転してこうピックアップするみたいな感じだけど、はい、もう今日はね、もう日も日なんで、今日はなんとここでドライブトークしていきたいと思いますんで、わざわざ大阪まで来てくれました。ありがとうございます。そしてなんと後ろにはレギュラー出演のこじこじ AKA 小島が今いますので、そちらにも注目して、はい。今ね僕の YouTube であのあきちゃんのねあのハイライトが結構こうバズってますね。ありがとうございます。逆に。うんと、乱用しすぎです。あ、本当ありがとう。まあ、でもね、そういうのもね、このチャンネルの趣旨なので、あのバスケのいいところをあの出していきましょうということで、はい、ということで、とりあえず出発しますか。行ってきます。行きますレッツゴー。なんでこうした、もうこのもう適当にちょっともうほんとフリートークな感じで。え、でもこれ結構走り寄ったら3、40分かかるね。かかるね、普通に。でこの間でも俺とさ、コジとさ、カンタケで撮ったのもあれ結構相当長かったよ。いや、あれ1時間半ぐらい、あれ編集してあれやけんね。あ、そうなんだ。そうだけど結構いいの撮れたよ。で、やっぱね、このチャンネルは今、来てますから竹野明友が。ほんと、ありがとうございます。これまたあれやない、ちょっと後で収益画像を明ちゃんに見せる。俺にいくら入ってる。それはもう間違いなくやらんといかんと思います。そうね、そう。実はね、さっきほどなんと阪南大学に練習を見させてもらって、はい、明ちゃんがやっぱ監督してる。でもね、 B リーグの時も監督しそうとか見たことあるけど、また違った大学生を教えてるというところで、どうでした小島さん。いやー、久しぶりになんか青春感じたね。結構小島、大学生とコミュニケーション取らない。多分向こう思ってた、もう誰やこいつ。いや、誰やと思っとうよ、うん、そんな関係ないもん。あそこでお前2時間半ずっと座っとったら確かに腰がね、もう壊せない感じになってくるからね。いやー、でも大変。アキちゃんどうすか、このやっぱ選手を終えてからこの指導者。でも指導者はもう長い。指導、選手引退して8年目かな。あ、もう8年経つ。コーチ8年目経ちます。すごいね。コーチ8年目で、大学生、大学が今が3年目。もう3年目3年目かな。そう、8年9年かな。まあそれぐらい。あ、じゃあもう結構経つ。まあちょっとやってきたけど、どうすか率直な意見。楽しい、楽しい、それは楽しい、間違いなく楽しい。それはいいね。楽しくて、楽しいところはあるけれど、まあやっぱり、なんかプロとはね、まだ違う。そうね、うん、学生を教えとるから、まあ難しいところもあり、まあそういうところもコーチとして勉強させてもらってますね。まあ、100% の答えはね、それ。いや、欲しかった、他のが。まあまあ、まあでもまあ、それはやっぱね、思うけど、指導者とかあったら、やっぱちょっとこう、なんか。次は鉄砲って言うの。大変やね。何鉄砲？いや、地名やろ、これ。鉄砲って場所があるぞ。すごいね。まあいいよ、大阪。そうそうそう。まあ、なんと今日はね、小島さんもね、なんかこのタイミングが合いまして、某日、7月某日来てますので、ちょっとこの辺の。てか、コジとアキちゃんも何年ぶりぐらい、めっちゃ久しぶりやな。いや、マジリアルに。あの、ほら、一回ほら、あの大堀のあれで、ああ、ね、だっけ、ズームみたいなやつ。あれで挟んだわけ、そんな久しぶりな感じはせんけど。実際会うのは何ですか？10年もっと？そけんあってないと。じゃあ、なんて言ったさっき。結婚式以来やったら10年以上、もう十何年ぐらいね。やばいね。いや、違う、違う一回あった、あれ俺が結婚式終わって、こいつが俺に祝儀を持ってこんけど、お前持ってこいっつって。はなんか組み合った会社の前まで。はい、休憩。いや多分来たと思う。あ、空気か。空気じゃない。あ、どっちだっけ。どっちでもねえよ。空気か空気か分かる人はもうあれね。それ前も言ったろ。言った。いやでもなんか俺久しぶり、俺あきちゃんも去年ぶりぐらい、6年ぶりぐらい
そうやね。いや6年ぶりぐらいか。6年ぶりいやでもあくちゃんちょっと老けましたね。下手ね。しゃあない、しゃあない。もう38やからね。38まで。じゃあ俺2日前38や。38。なんかインスタ上げとったって山笠や。ああいいと思う。38歳、39歳、もうみんな40歳になる。どうすか世の中の40歳は。きつい。そうなの、きつい。体が腹出とんの。確かに、まさかね、腹出とんのやっぱお前炎天下の中ボール拾いすると思わんやん。そうね、でもやっぱ今でも画角的に個人あの腹でどうなのに。そう、ていうかさ、俺がこれめちゃくちゃ面白い話して、俺この間撮ったやん、個人個人その、ここの画角やったやん。ずっと歯磨きしてる。何何歯磨き、歯磨きが怪し方だって。いや、してない。結構あれさ、ショーツやった。いや、時間パショーツやった。顔文字。そう、やけん俺ね、あれで隠しとったよ、顔文字で。あれ、そういう意味や。そうよ、結構気まどかった。こいつまたやっとる。いや、違うっちゃ、あれない方がやばかった。あ、そうなの。あれもう、結構。いや、あれは見えない。ギリのギリ、ギリのギリまで絶対見えん。小島ラインが見えとったけ、ほんと今日は大丈夫、ちょっと長めなの。いやでも一緒よ、あれの色違いよ。あ、そうなん。お前色違い好きやねー。はい、何ですか。高校の時さ、はい、いいです、まあ、土日の練習は学校内見さ、はい、あの普通のこう格好で来るん、うん、いつもタンクトップやったよ。それはそう。ユニクロのタンクトップの水色か白か赤かオレンジかの色違い好きすぎやん。赤着とったね。赤着とったよ。しかもあれやろ、大堀公園の地下鉄から。そうそうそう、サチ悪いママチャリをさ、ペー走らせてさ。確かに、オラオラオラ来てよ、ほんと。タンクトップなんかもう着れんで。ああ着とったね、タンクトップ。しかも赤ってなんか懐かしいわ。来とったよ。デポー。そんなこんな、それ何年前になると思う。10。いやもう20年。20年。そう。あ、そっか、20年か。20年、やばいね。早すぎ。すごいな。20年ってすごい。ていうかでもあれやね、本当に大阪行くぜっつって行くお前もちょっとアホよね。誰？俺？いや、それはもう個人で。でもそうやないとこういうノリにはならない。そう。それはまあ個人ありがとう。細かいこと聞きたがるもんね、個人。そうそう。遠すぎるとどこに行くにも。いやでもさ、ちょっと楽しかった。楽しかった。ちょっとなんか大人がさ、ね、そう大人がさ、知らん土地に電車で乗ってさ、なんか知らん。ここどこですかって。駅前でね。そう、駅前で大学生ジャグラー打ってさ。それは一回いない。それもカットカット。そういうカットカット。で二人ともさ、大学生に言ったよ。三万台どこですか。1000円で光らせたけど、2人ともバケやったって。光らせた。光らせたね。ベコって言ったもん。20回転とかでも捨ててある。あ、そうなの。1回もビッグついてないっていう。駅前に1回も。そうそうそう、見つけてすぐ。ここだった。コジはいつも買って。コジがそういうこと言うけど、編集がめんどくさくなる。ていうかお前、カンタケとかのやつも全部金いくらもらえる。でも飲みながら話したらおもろいけど、マジで。そうなの。え、でも俺は思ったよ、通常運行ですね。まあ、そうだね。いつも通りです。そうだね、福岡。いいね。アクシャでも大阪の方が長いっちゃない？長いよ。まあ、あれや。実家出て、うん、まあ、大学行って、新潟行ったり、秋田行ったりしたけど、福岡で今福岡も3年ぐらい。福岡、そうそうそう。だけど今関西が一番長い。あ、そうなの。あの福岡以外でね。だけちょっと。あ、やけんか。そうや。かぶれる。それはもう許し。姿勢が入ってる。それはもうエセは申し訳ない。いや、関西の人に申し訳ない。あ、そう。でもまだ子供もさ。関西弁。関西弁。あ、そうか。そうか。それはそう。学校関西のあれっすよ。じゃあ表記なんよね。妹が題名。あ、そっか。下女の子やったっけ。女の子。そう、女の子、下女の子。妹がひょうきん。ひょうきんっていうか、まあ元気あるね。どうでも、住みやすい、兵庫。住みやすいよ。あ、そうなんや。なんか福岡二島って言わん、神戸とは。でも、あそことちょっと違うからね。西宮あたりは。二島って言うやん。二島ね。え、これ今、あれ兵庫に行きよう。いや、家帰っちゃう。
大阪でもごちゃごちゃしとやっぱ電車もね、工事ね。大阪はすごいよ。何回転？何回ホークスの何回？何個だよ。何やった工事？ハミケンすんな。出すな。大丈夫、今回出てないけん。あれでもみんな何事かと思ってたの。いや、多分俺もなんかこいつ何しようと。いやいや、あれはマジで、そういうギャグじゃないけど、マジで本当にあれ、怪しかった。多分あれズームしたら行ってマジで久しぶりに聞いたよ、ハミキンいい年したいい年したいや、でも小島さん、今日ありがとうございました。なかなか結構いいインタビュアーにもなった。そうやろ、意外と、うん、意外と小島インタビュアーしようよ。社会人やけど。でも俺ら相当アキちゃん優勝したね。だいぶね、うん、でもやっぱねじゃあ逆にさ、うん、どうやった練習みたいな。よかったよ、よかったよかった。でもさ、やっぱさ大学生やけんさ、もうほぼ大人やん。そうやね。やけん別になんかこうなんていうの、義務教育みたいな、ああいう教育とかはまあそこまでこういらんけん楽じゃん。楽ではない。いやー、まあでもね、俺も一緒に見てるもん。あ、そう。あ、最後ね。じゃあ B チームはあの時間帯から2時間ぐらい練習。まあ9時8時半ぐらいまでね。俺いつも10時ぐらい家帰る。ちょっとさっきの話を盛り下げる、掘り下げる。何だっけ。そうそうそう。例えばそのここでちょっと僕俺行きますみたいなやつおるかっていう話。例えばフォーメーションアクションがします。アウトオブタイムアウト取った後にこういう、うん、まあセットプレーとか。うん、するよ、うん、その時にちょっと自我が出るやつってこと。あ、出してほしいね、うんうん、でもさ、そこもさ難しい。うまく出す必要あるやん。確かに、そうね。これまた難しい話でさ。そうね、それをなんかちょっと一歩間違ったらただ聞いてないみたいになる。そう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 、そこと、その中でうまく自分を出して点数取ってくるみたいな。したら、コーチ的にはOK。お、株上がるやん。確かに。それをただ単に聞いてなくて違うことをする。そう、全く違うことするのも違うし。そうね。でもその通りだけやって、お前目の前空いてたやんっていう風なのも違うし。そうね。その、あれやね、その起点が聞けばいいじゃない。その、そうやね。起点が聞く頭脳派って、ミニバスの月バスに書かれとってるのね。お前が？表紙誰？ブブさん。そうそう、ケツバスブーさん元気してんか。私熱いやっとやっとんかな。やっとっちゃう。でも言うてアキちゃん選手の時はもうそうやったもんね。いやでもね、いる、そういうのがやっぱいると思う。1点負けの時とかは、ね、いやでもさ、ね、あのさ、俺ビデオさ、俺ちゃんと一瞬とか見らんちゃうけどさ、最近そのハイライトを作って見るっちゃうけどさ、やっぱなんかあれやね、みんななんかなんかこう自信に満ち溢れてるね。よ、行くねえと思うもん。逆にプロとかなったらさ、なんか行けんやん、行けんくなるやん。躊躇したりするところあるよね。まあそこはあるね。そうやけん、あの時、いや個人もそうやけどさ、なんかもうなんやお構いなしにシュート打つみたいな。でそれもさ、ね、入るっちゃん、やっぱすごいと思うよ、それは。あれはやっぱ高校生前にさ、この前も話しとったけどさ、あれほぼ100点ゲームやったの。そうね、あんな取っとったよね。そうなの、俺見てね。そんなちっちゃいチームがさ、いや、ちっちゃいの、ちっちゃいよ。アキちゃんガードで170、162ぐらいやろ。いや、61、70あったないけど69、リアル 69.8。 そうね、70、じゃあ70としよう。で、2番に小島が何センチも、俺77。直径ここでなんどんぐらいあったっけ。横やん。あ、ごめん、2メートルで、ケイシローが俺180あるか、なんかジャストぐらい。それぐらいか。で、4の清水選手も180ジャストやろ。で、監督が90ぐらい。で、骨ロックが190ぐらいやろ。さあ、もう今と考えたらもう、とんでもないよね、超ちっちゃいやん。とんでもないよ。どうなるやろね。いや、でもね、どうなるね。いや、まあ、俺がでもね、最近のこと確実に違うのは、やっぱ本当フィジカルと思うよ。顔ごちいもん、最近の子。そうね、トレーニングがやっぱ進化したやん、ね、その食うもんとかサプリとかもちゃんとするやん、うん、やっぱ体絶対違う、うん、でも最近この高校生の試合とかちょっとこの間見たけどさ、めっちゃロースコア、うん、その攻撃回数が少ない。
ス頑張ってる。そうそう、ベースも良くなっとうっていうのもあるけど、結構そのセットオフェンスそうやね、ピック、まあ、ピック主流やけどしゃあないけど、まあまあね、そう、その中でな、そのプレーの中でさっき言ったことやないけどさ、そういうことをやってほしいなって思うな。確かに、確かに。ツーツーもすればいい、ツーツー。やり男おると。おるや、いや、おるやな、全然あるよ、全然。いや、でもそう見たらよう見らんなと思って、そういうの。どうなんやろうね。一回やってみて、そんな台で。やっとるよ、持っとるよ。オフェンスはフレックスはいやでもフレックスオフェンスさ、今どっか投げつけ、どっかめちゃくちゃいややっとるね、うん、全然やって使う、こう、要所要所で使っとる。そうね、今進化版みたいな感じ。ああ、まあな、そこでどうやってカールトゥースリーを使えるかどうかそれ何やったっけ、カールトゥースリー、あのトライアングルからこうダブルできる、あれさ、あれ何やった、あれ何、いや、わからん、あれもよう見よったけど、あれ何なんだ、あれトライアングルからなんて、じゃあれね、多分ね、あれだよ、ダブルスリー、俺ね、いやいや、じゃあ俺とコジが上に来て、ケイシロウとセイジとカンタケがトライアングルになって、誰かにどっちかに、そう、ダブルスクリーン、あのスクリーン、いや、それ結局スクリーンってさ、開いたらお前がそれ、俺はそう使ってたけど、でもあれね、多分その当時2000何年ぐらいやろ、3年、インディアナのレースを、ね、だ絶対アトウさんが入れたやん、そう、インディアナのボビーナイトっていう人がそのオフェンスをやっとる。俺それで、あ、これそれやんと思って。そうだ、スクリーンオフェン、スクリーニングアクション、ダウンスクリーンとかクロススクリーンが入ってるんですか。で、そいつユーザーがチョイスする。そう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 、上に来るのか、ポストの方に来るのか。最新やん。いや、そうね。俺一回で何が何でもリバウンドを取ってファーストブレイクっていう形にしたいところだと思いますね。はい、最初に洛南の西垣が落ち着いてフリースローを2本決めました。大盛りボールです。いいですね。しました、いいですね。非常に一つちょっとパクりたいなと思ったのがさ、ワンフォーでウイングにパスして、俺がハンドオフ行って、逆サイドこのケイシローが二人のビッグマンを使ってカールカットしてさ、あ、それ見た。俺もなこれと思って。そうそう、あれなこのオフェンスと思って。めっちゃうまい、あのスリップする。そう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 。やっぱ九十度。いいね、アクションやっぱ見そう。そうそうそう。その時に俺がまたポンってやつ。相手。ベースラインにドライブしたりしとったんやけど、そうそうそう、いや、あれこれおもろいなと思ったよ。え、政治やなかったっすか。あ、政治か、いや、まあ、誰かがいや、ウィングとにかく誰かがこう使ってワンフォーの形になっとる、カールする、カットする、そうそう、あれね、俺もね、え、なんこれ、ハンドオフの逆側のめっちゃいいやと思った、センターポジションのやつが、あ、そうやそうや、それで、そうやそうやそうや、それで、ケイシロウィングの2人が俺にハンドオフせずにドライブするやん。そう、あれは裏バージョン。あ、そう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 、だけど、ワンフォーやけオランドって、そうそうそう、ベースラインがね、さ、じゃあそういうのをね、俺らやっとったって思うよ。そしたらすごくない？そんなのさ、だってさ、あの当時お前こんなんやれ、ここいけるぞとかって言われてないやろ、絶対。確かに、それはみんな頭があった。そう、だけど1個のフォーメーションでも、こういう4つの、そうそうそう、なんかその辺をね、そうそうそう、見つけとるんや。いやでもみんな思ったあれみんな点取りたかった。それはな。いや、点取るな、怒られる。あ、それは。ヘロ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 また動画を皆さん見直してね、そこそういうとこ見たら、まあ、違うよね、そういう視点で見たら。いや、俺は結構切り抜きでそういうの撮ってる、なんかそのこのフォーメーションみたいな。いや、ワンフォーのそれ面白かった、マジで。あれは面白いなと思って。俺らの時のフォーメーションほぼ阿藤さんが入れてなかった。いや、でもやっぱあれってね、やっぱ阿藤さんがアメリカのね、そういうインディアナとかを見とったら、なんかね、秀司からこの間聞いて、阿藤さんなんかその辺と繋がってたらしい。そうなの。それでなんかそう聞いとったらしい。インディアナと。そう。なんかそのボビーナイト、ボビーナイトだったっけ。ああ、ボビーナイト。そう、あの辺のなんかアシスなんか秀司が言うと、昔そのユニバーシアとかなんかで一緒に写真撮った写真が出てきた。ああ、そうなの。そう。ありがとうございます。ワンチャン見てますから。ありえるね。ありえる。いやでもね、そう思ったっちゃうね。あの時でもさ、あの時代で2003年で日本でフレックスしとなんて、大堀が。だからまずね。まず。しかもフレックス崩れ。実際本当に極めたら、なかなか止めれんくない？いや。シュートチャンスできるし。結構今ね、だるいと思う。今あれからなんかこう。
いろいろできるハンドオフ入れてさ、ドーチャラフォーチャーとかだったらまあ面白いけどな。そう、ね、あの今日はあの阪南大のさ、あの銀銀の校展1年生1年生あの人生学園から来とる。ああ、あの子はあの 4A タイプ。何 4A？ 4A 覚えてない。 4B じゃないですか。 4A はあのー、あの秋友がトップバンズのやつよ。3人並んで秋友がエンドスローで、ああ3人並んでさ、秋友がこっちに1人乗ってさ、ああこっちにスクリーン行くと見せかけてキュイーンって。あれ 4A やった。あれ 4A や、あのだからスクリーン使わずにリングにカットするやつ、ね、そうそうそう。で俺がもうそれ俺が乗っけたやつだろ。そうそう、行く前にもう俺がもう投げとる。でお前がボール触ったらすぐ上がってくるファウルもなんだ。それあれ ちなみにはあれ小路さんいつもあれやって結構ミスっとった。堪能はめっちゃ多かったけど。だってこちらが来てないのにボンって出すの空間に。それそういやそうやそういやちゃそれもね、それもめっちゃ思うね。いやそうこれすごいいい話してるわ、うん、それさでもさ俺がカットしてリングに来て出すのってもう遅いやん。確かにそうそうね、その 4A を絶対そうやろ、うん、だからそうあそこにあいつがカットするポンって出したら俺が走り込んで持ってもらった瞬間にそのタイミングとかって確かにね、これねあるんよ。やっぱこれあるな、感覚な。だけもうね、あのねこのそういうのを分かってること、分かってること、あるあるん。だからそういうところをね学べると勉強できると思う。いやでもあの当時はそういうさ、ちょっと言い方あるけどバスケの裏側ちょっとセコいっていうところも俺らは教えてもらったら、ね、アウトバンツがさ裏側とかセコい後ろ向いとったらぶつけろみたいな、そう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 そ今ね、堤選手が、はいね、八代選手のね、背中にね、ボールを当ててね、タップと、あれも、あれ QB やけん。QB ね。本当に QB、覚えてる覚えてる。あれよく酒井さんでやってた、うん、覚えてない。取ったね。あれもようね、あれ見とったらいろいろ出てくるじゃん。出てくる。QA とか言っとって、サイドはあんまなかった気する。サイドサイドはやたらなんかローブ、なんかローブはなんかしとったね、うん、そう。ダブ、あったね。ダブルポストやな。何ダブルポストやな。あ、そんなあったっけ。あの2人それローブに行くやつじゃない。そう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 、いやそれ狙いながら結構俺が結構その時飛んどったけんさ、ローブやるっちゃけど、コジ早い、雑っちゃパス。いや違う、あれいけるよ全然。いや全然いけるそげん。コジまあパスでもね、俺もたちコジさちゃんと見よったけど結構点取っとった。嬉しそう、めっちゃ嬉しそう。いやでもね、なんかねすごかったね、面白いねバスケって。みんなよう覚えとるね。でもね、いや思い出すとって。思い出す。でも俺はあのお前が上げと動画見たけんさ、うん、うわーとかって思うもん。いやでもさ、ほなおせちょっとあの持ち上げるわけじゃん、アキちゃんのさやっぱさあの勝負強さって何やったと、あのなんか何やろね、何あの自信バリスカしとうやん。でもでもさ、よう決めやるよね。もう分かっとったやん、あもうここはもうこいつって。いやアキちゃんにも絶対な信頼、ね、もうリバウンド行くみたいな、うんうん、あ、そう思っとった。思っとった。で、どこや？福岡のベッドタウンってどこや？今、新宮結構雑所の雲すごい。そんな遠くから、新宮とかまでそうね、なんていうの、危ない一軒家っぽい。結構アグレッシブに行くやん、お前。はい、いいよ。もう着く？もう着くわ。OK、という感じで、まあ今日は車の中でトークしてきましたけど、まあ、角の話もまだたくさんあるので、この後は、居酒屋で、アフタートークしていきたいと思います。はい、ということで今日のゲストは竹野明智さんでした。ありがとうございました。おいっす。そしてレギュラー出演のむずいよお前、小島俊平さんこと本当今回ありがとうございます。いろいろフックアップ。ありがとうございました。ということでちょっとドライブトークはこういうところで締めて、皆さんちょっとチャンネル登録と高評価のところ見てもらっていいですか。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。後でアフタートークで。